岩井勝人は、日本の経済学者。学位は PhD。国際キリスト教大学特別招聘教授、東京大学名誉教授、公益財団法人東京財団名誉研究員日本学士院会員。カリフォルニア大学バークレー校研究員イエール大学経済学部助教授、コールズ財団上席研究員東京大学経済学部教授。 東京大学大学院経済学研究科教授、東京大学大学院経済学研究科長、東京大学経済学部長、財団法人東京財団上席研究員、日本学術会議経済学委員会委員長、武蔵野大学特任教授を歴任した、東京都渋谷区出身の経済学者である、カリフォルニア大学バークレー校研究員、イエール大学経済学部助教授、 コールズ財団上席研究員、東京大学経済学部教授、東京大学大学院経済学研究科教授、などを歴任した。一般的な維持転換公用関数を用いた経済成長モデルの最適経路についての研究で知られており、ミクロ経済学的基礎に基づくマクロ的、不均衡動学理論を体系化した。さらに、進化論的なシュペーター動学理論とサーチ、 理論的基礎に基づく貨幣論や株式会社が2階建て所有構造から構成されるとする会社論を提唱した。信任関係の統一理論を信任論として定式化した。また、東京大学大学院経済学研究課長、東京大学経済学部長、日本学術会議経済学院会委員長といった要職も務めた。2015年の 第1094回日本学士委員総会において新たな会員に選定された。東京都渋谷区出身。1965年、東京教育大学附属高等学校を卒業した。東京大学に進学すると経済学部にて学び、宇佐和ひ文から指導を受けた。1969年6月、東京大学を卒業した。アメリカ合衆国にわたり、 マサチューセッツ工科大学の大学院にて経済学を学び、ポール・サミュエルソンやロバート・ソローから指導を受けた。1972年6月、マサチューセッツ工科大学より PhD の学位を取得した。1972年9月から1973年5月にかけてカリフォルニア大学バークレー校にて経済学部の研究員を務めた。 1973年6月、イエール大学に転じ、経済学部の助教授に就任した。1979年8月に、イエール大学の助教授を退任し、翌月より1981年5月にかけて、コールズ財団の上席研究員を務めた。1981年6月、母校である東京大学に転じ、経済学部の助教授に就任した。 その傍ら、1988年9月から1989年6月にかけて、プリンストン大学のウッドロー・ウィルソン、公共政策大学院の客員准教授と、ペンシルベニア大学の経済学部の客員教授を、兼任した。1989年4月、東京大学の経済学部にて教授に承認した。2001年10月には、 東京大学の大学院経済学研究科の研究科長と経済学部の学部長に就任し2003年9月まで務めた2005年10月から2011年9月まで日本学術会議にて第一部の会員を務め2006年10月からは経済学委員会の委員長も務めたその傍ら1997年4月から10月にかけて シエナ大学の経済政治学部の客員研究員を2004年4月からは、武蔵野大学の客員教授を2006年4月からは、東京財団の常席研究員をそれぞれ兼任した。2010年3月、東京大学の教授を退任した。翌月より、武蔵野大学の特任教授に就任し、2012年3月まで務めた。その傍ら、 2010年4月より国際キリスト教大学の客員教授を兼任した。2013年4月、東京財団より名誉研究員の称号を受けた。2015年の第1094回日本学士院員総会において新たな会員に選定された。当初オーソドックスな新古典派経済学の研究で評価されたが、不均衡動学に関する研究において新古典派批判に転じる。 同書により、日経、経済と処分箇所特賞を受賞した。ベニスの商人の資本論で日本では知られるようになる。1993年、貨幣論で、サントリー学芸賞。2003年、会社はこれからどうなるのかで、小林秀夫賞受賞。M&A 国ロ論で M&A ォーラム賞。妻は、水村美奈。ありがとうございます。